れだ、あの、安倍晋三殺しいるじゃん。うん、おう。え、今頃っていうか。そうそう、あの、肩書き安倍晋三殺しのでおなじみの人いるじゃん。え、履歴書に書ける。あれとさ、やっぱ今思うのは、すげえ、大きい、なんていうの、その、なんか今褒める流れあるじゃない？あの人、でかしたみたいな。え？誰が？まあみんな一般的に、やっぱそのほら、宗教と、ほら、うん、なんか明るみ出て、政治と宗教の、そういう、癒着みたいなのが、うん。褒めてるやつはあんまりわかんないかも。なんかね、今署名もあるんだって、減刑してほしいとか。結構やばい社会だね。いや、でも俺もそう思って、なんかその、いや、でかしたなっていう、うん、なんかその、うん、なんかその、当たり前のように、その宗教と政治みたいな、その、それがさ、なんかほら、中にはさ、うん、え、これの、何がいけないんですかねみたいな感じとかさ。うん。なんかその、何にも、今まで何にもなく、こう、スルーされてきたところ、みんな、だ今急にさ、うんうん、そういうのは良くないって言い出してるわけじゃん、その政治家たちも。急に関わりないですとかさ。いや別にそれ以後もさ、うんうんうん、それ以後だって、どっしり構えてればいいじゃん。いやいや、全然別に、そういう風にやりますよ。今後もならまだしもさ。うん、俺、それでいいと思ってんだけど、ほんと。けど、やっぱ良くねえって言い出してやめるわけじゃん。うん。ね。で、だからさ、やっぱじゃあ、そうだったらじゃあ良くないってことなんですねって感じじゃん。そうだね。そう言うたら、今後やめるっていう方向なら悪いって思ったんだよねっていう。そうそうっていうことは、その悪いものを、あの安倍晋三殺しは直したんだよね、うん、悪いものをってなっちゃうじゃん。ああ、そっか、だから肯定しちゃってることになるのか、ある意味。肯定と、まあ、別だけど、分けて考えるべきだけど、殺すとかはダメだけど、うんうん、問題を、それ、だから、あれが起きても変わらないって、いや、これからも普通に今まで通りやっていきますよ、うん、だったら、うん、本当にあいつはもう何の問題提起もしないただの殺人犯だけど、うん、ただ一個しちゃったのが、問題があることをこう浮き彫りにしてしまったっていう、その、うん、まあ、いい面というか、その、犯罪はダメだけど、それが一つ。安倍晋三殺しはダメだけど。はい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 。掘り出されてそうなっちゃった。いやだからなんかその慌ててさ政治家たちがさ、いやもうそういうのは良くないことやってたんだし、それをあいつがこういう形ではっきりさせたんだみたいな、うん、要は宗教の多分宗教じゃないそのあれでしょ、選挙の票に関わってくるわけでしょ、やっぱり根本的に。でもそう、でもなんかね、もう一方の意見で創価学会とかはマジ何百万人っているけど、うんうん、統一教会の7、8万人って別に大したことねえじゃんみたいな意見もある。あ、でもこれを機に創価自体もそういうのを見直さないのかな。創価学会のだって同じことだよね。創価学会は今まで通り引き続きなのかな。あんまりさ、そっちに火種移ってなくない？移ってる。だからやっぱりこれまあ、第2のやつ来るよね。もうここで創価学会の方もセットにしとかないと、うん、単品でじゃあ創価学会も同じことしなきゃいけないですかね、うん、みたいになってくるよね。うん。創価学会あんまそんな献金問題とかはないんじゃない、もしかしたら。でも根本的にはさ、結局お手伝いをしたりとかすると、うん、そのあれでしょ、このなんかこの選挙のお手伝い要員みたいなのって十分、うんうんうん、お金みたいなもんなんでしょ、あれって。でも、あれじゃない、だからさ、そうなってくると、その、まあ、いろんな企業とかさ、もう組合とかさ、もういろんなもののさ、組織の矢面に立ってっていうのがさ、その政治家とかじゃん、多分。いろんな人から、うん、こうしてくれ、ああしてくれっていう。そうなってくると、もう、完全にそういうところと宗教じゃなければじゃあいいのかっていう話もなってこないって思って。じゃあ農協の人がボランティアで出たらさ、いいのかとかさ。確かに。そうだよね。要は、今後ボランティアに出る人ってみんな、うん、で私はもう何にも、うん、何にもないんですよ。そうそうそう。よく。もう別にもう何でもいいんですけど手伝いますみたいな人じゃなきゃダメなのかとか、ね。そうそう。そう。
何にもないけど、なんか人を助けたいとか、なんか選挙してる人がもう好きなんですよね、みたいな、そういう変なさ、変わった思考の持ち主以外は、クリアできなくなってくるからさ。ああ、そもそも論だから、やっぱり別に宗教団体があって、その宗教団体が特定の政党を支持して、うんうん、で、別にそれで票が集まったって、うん、まあ別に、政治的な面では別にいいっちゃいいのか。そう、別にね。それで、それがなんか、なんか、政策とかを操ってるっていうかさ、政策までに入ってきたらおかしいかもしれないけどさ、まあ入ってんだろうけど、どこも。経団。あれ、なんで辞める、なんかそういうのは良くない。良くないって、どういう論点で、どこで良くないって言い出してんだっけ、みんな、あれは。うん。関わっちゃダメとかなんだっけ。政治とは癒着が？じゃあ、そもそも。そうだよね。政教分離みたいなやつ。ああ。確かに、あの、特定の団体、でもそうだよね。誰かしら、自分たちにいい政治、自分たちにとっていいことをやるとこにみんな票を入れるから。うん。で、まあ、それがずっと自民党だったね。みんなにとって大体、大多数にとって自民党がいいなって思うから、うんみんな入れてるんだもんね。うん。そう思うと、創価学会の人って、公明党に入れたらいい思いしてんのかな、うん、だそれこそいい思いっていうか、もうそういうものだからとかなんだろうね。そっか。こういうことも言ってたな。その信者を、ちょっとまだぐらついてる信者を、その納得させるのにも政治家が逆にいるといいみたいな。うん政治あの政治家が、あの自民党の政治家が、この教団とか宗教に、こう来てくれて、講演してくれて、応援してるってことは、あ、この宗教をしっかりしてるんだ、みたいな。カルトじゃないよ。そういう見せ方。そう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 。そういう内部のやつに対する信頼みたいなのもあるのかもしれない。宗教の今何が問題かって、やっぱりその、単純に一市民として、うんその教団にすげえ金を貢いじゃって、わからないものに大金をはたいて自分たちの生活が成り立たなくなるような、うん、そういう一般人と宗教の関係みたいなものが良くないよっていうのは、それはそこはもう決まりなのかね、そういうことで、それ。決まりっていうのは？なんだ？いや、要は、いやいや、全然、やっぱりそれは、なんか600万ぐらいする壺買うべきだしっていう。うんああ、600万円の壺を買うのは自由だよね。うん、そうだよ。自由だよね。確かにそこってダメですって言わないんだね。600万円の壺は。うん。気をつけ。なんかでもさ、600万で壺買ったって言ったらもうなんか、うん。それって、で600万円相応の宝石とかついてたらいいのかな、やっぱり。それ相応みたいな。美術品として。ああ、でも、それももうアートじゃんね。価値観の問題ですね。で、そしたらさ、アート作品を買ったみたいなもんなんじゃない？バスキアの絵とかだって他の人からしたらあんなもん600万円壺と同じだっていう人っているからね。うん、そうだ。どうだよね。そうそう。っていうことはやっぱり別にいいのか、いいんだよね。その何、グッズを買う分にはね。高額なグッズを買う分には。それは価値観だから。うんうん、そうなんだ。じゃあ、ってなると、それ話で言うとさ、あの、安倍晋三殺しはさ、うん、ちょっと、じゃあ、その、別のものに例えちゃえば、じゃあ、親、うん、両親が、すげえ現代アートコレクターで、はいはいはい、はい。もう、すごい、なんかもういろんなものを大量に買い漁って、うん、で、家が貧乏になったっていう話だったら全然変わってくるよね、なんかね。変わってくるね。両親が現代アートコレクターでさ、だからその現代アーティストを射殺するんでしょ。そういうことだよね。価値もないものを、うん、そいつの価値観で、うん、そうだよね。同じことだよね。そのでもそうだから、そう売りつけてたかどうかってやっぱが争点なんじゃない。同じものをさ2個とかなんか聖書をさ。全く同じプリントされたものをさ、うん、3つ買うとかさ、それはもう、それやってる現代アーティストは、まあ、射殺されても、厳しく言うと仕方ないんじゃん。でも、いやいや、じゃ普通言うじゃん。いや、これ持ってるんで、買わなくていいですよとかさ、
まあ言える距離感のわかんないけどさ。なんいや、てそいもうそも分かった。でも、現代アートの。うん。は自分から買うよね。そうだよね。そうそうそだからそこではね、売りつけられたのう。うん。か、自分で買ったかってところ、ね。宗うん。教のクソ高い壺、そうだクね。ソ高い壺を自分から欲しくて買ったのか、いらねえのにそう。買ったのかっていう。そこ、そう。分かんなくね。金を持っているのが罪だから買いなさいとか、そういう、いい、売り方が良くなかったんだね、やっぱ。売りまあ、売り方方だね。ね。じゃ、宗あ教れもオークがションみたいにやったらメいいルの？カリで売ってたらいいんだよ。メルカリで。メルカリで出せばいいんだよ、だから、統一教会は。知ってる？メルカリ、本当に出てたんだよね。統一あ、教そう会なの、その、メルカリで。の。へえー。それはいいよね。完全な、ちゃんとした市場に出てんだ。あれは？買えば。じゃあさ、教団の壺とかも、オークションにしたらどうなるんだろう。その、はい、50万円とか言ってさ、その最初の金額が低いやつってもう失格じゃん、結構。その宗教の、聖なる壺みたいなものを出品され教る。祖様の前で1円とか言えないもんね。お前、なめてんだろって。5300円、5400円、5500円。